歌とダンスに合わせて大きな紙に筆を振るう生徒たち。高知商業高校の書道部員らによるパフォーマンスです。来月から始まる確定申告を前に高知税務署が企画しました。確定申告は自営業の人や1年間の給与所得が2000万円を超える会社員などが対象で、来月16日から3月15日まで行われます。最近は税務署などの会場に行かなくてもインターネットで申告ができる e-tax が普及しています。去年四国で e-tax を利用した人は11万1900人で、コロナ前の2019年と比べるとおよそ 5.1 倍、初めて会場で申告した人の数を上回りました。生徒たちは縦4メートル、横 6メートルの紙に、申告はスマホで、納税はキャッシュレスでと税にまつわる言葉を書き上げていました。納税がその紙とかそういう難しいものってイメージが強い中で、こう文字にしてキャッシュレスとかスマホで今できるっていうことを自分たちなりに伝えれたらいいなっていうのが、やっぱり一番意識して頑張ったところかなって思います。完成した作品は来月初旬から高知よさこいサイト合同庁舎に展示されます。